本からは、カシミールにある峠である。インドと中国の事実上の国境である、実行支配線上にある。中国側は、この位置をインドとの国境とみなしているが、インド側はその東のラナクラを国境とみなしている。1959年にこの峠で、中国とインドの兵士の間で小規模な衝突が、起こった。ラは、峠の意味であり、日本語文献においては、 コンカ峠とも表記されるンからを含む地図1800年代後半には、この峠はサルムコンカと呼ばれ小さな峠と表現されていた。植民地時代のイギリスの情報源によれば、ラダックとチベットの伝統的な国境は、チャンチェンモ川の源流であるラナクラにあり、その国境は双方に受け入れられていた。 中国の地図でも1951年まではラナクラを国境としていた。しかし1950年代後半になって中国の州恩来首相が今からが中国の伝統的かつ慣習的な国境であると主張し始めた。学者たちは中国の主張の矛盾を指摘している。中国が主張する国境とインドが主張する国境の 比較1959年10月まで中国はラダックとの国境を宣言していなかった。1954年と1956年に再度質問されたとき中国の周恩来首相は中華人民共和国政府はまだ中国国民党政府が作成した地図を使用しており共産党政府による地図を準備する時間がなかったと回答した。このような状況において 中国は悪チンを通る心臓航路を敷設した。インド政府はそれを調査するために巡視隊を派遣したが、中国はこれを拘留した。実は、1956年の中国の地図には、チャンチェンも渓谷の国境として、今からが示されていた。1959年に、インドが駐屯地を設置したゾグスタル、ホットスプリングス、シャマルルンパの3カ所は、 1956年の中国の地図においてもインド側にあった。巡視隊の一行はラダックでのパトロールの経験が豊富な情報局員カラム・シンに引き入られていた。シンによれば巡視隊はホットスプリングスに拠点を置き、シャマル・ルンパに向かおうとしていたという。10月20日、偵察のために派遣された二人が行方不明になった。 中国の説明によると、インドの巡視隊は中国が国境とみなしているンからを越えたという。10月21日、中国軍が付近にいることを察知し、行方不明になった偵察隊のために大規模な捜索隊が編成された。捜索隊はンから近くの丘で中国兵と遭遇し、銃撃戦が繰り広げられた。この公船では、 中国軍の方が有利な位置にいた。70人のインド兵のうち9人が戦闘中に死亡、1人が負傷して後に死亡し、7人が捕虜になった。中国兵1人が抗戦中に死亡した。インドのメディアはこの事件をインドの政権政党の残忍な虐殺と報じた。この事件により中印間の緊張が高まり、1962年の 中印国境紛争につながった。インドの国境中トンチは、この峠の西のホットスプリングスから3キロメートルのところにある。中国の国境全哨基地は、東に数キロメートル離れた標高5070メートルの場所に位置している。今から付近の実行支配線。青線は2013年のアメリカ情報調査局地理課による、線。 緑線は2020年のパンストリートマップによる線。中国の基地は空、角山口省と呼ばれ、チャプサン川とチャンチェンボ川の合流点に位置する。以下の2本の道路で G219 国道に連絡している。インド政府によると、これらの道路は1959年から1962年の間に建設された。これに加えて、 2013年から2020年にかけて天空線が建設されたとみられる。この道路は2013年のアメリカ情報調査局地理課の調査による実行支配線の西側を通過する。この道路はデプサン平原の天文天までの山道であり、アクサイチンの実行支配線と平行に走っている。川を灘を通り、ガルワン渓谷に通じている。ありがとうございます。